おととい浜田市の金城町の田んぼで BSS のカメラが捉えたのは一羽のコウノトリです。地元の人によると先週あたりから見かけるようになったとのことそしてよく見ると色のついた足羽がついていますコウノトリの保護と増殖活動に取り組む兵庫県立コウノトリの里公園に確認すると 兵庫県豊岡市で生まれましたメスの個体で、2021年に生まれた2歳のメスです。今、餌が取れる良い場所だと思っているのだと思います。公園では5色の足羽をコウノトリにつけ、その色と数の組み合わせにより、個体の識別ができるようにしています。それによると、このコウノトリは、 兵庫県生まれの2歳のメスと判明そして各地で撮影された写真から行動歴も分かります今年3月には鳥取市と倉吉市で確認されていて餌場を求めて大移動していると推察されますこうした生態の把握や保護活動などにより一度は絶滅したコウノトリもその数を増やし今ではよく見かけるようになりました こちらの写真は、今年2月、鳥取県琴浦町で撮影されました。複数のコウノトリが確認できます。コウノトリの里公園によると、生息域は全国に拡大していて、およそ300羽にまで増えてきているとのこと。そんな中、公園では今、ある問題に頭を悩ませています。まあ、海外から買っていたので、このカラーの方は、 今ちょっと高くなってるじゃないですか輸入するのがああなんと物価高の煽りを受け予算的にカラーの足輪が買えなくなったとのことそこで今年から数字が書かれた黒い足輪に変更したのですがここでも問題が離れたところだと色だと分かるんですけど<ー>字までは読めないことがありますのでちょっと答えを追いかけるのが難しくなるかもしれませんね 物価高の影響はこんなところにまで公園では今後、同じ足輪をつけるか検討しつつ、保護活動に取り組んでいくとしています。